はい、皆さん、こんにちは。リオです。ですね、今回のゲストがですね、日本在住の一ノ瀬さんです。一ノ瀬博之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一ノ瀬さん、ちょっとです今日ちょっとやっぱり、ね。はい。はい、いいですか？ はい。まあ、今、見ての通りなんですけどね。はい。いや、ガンで。はい。どうしたんですか？入院してるとこなんですけど、はい。病院にいらっしゃるんですね。はい。そういうことですね。はい。だから、はい、ちょっと滑舌があんまり良くないんで申し訳ないんですけど。いやいや、全然全然。いや、それよりも、どういった病気なんですか？はい、これ中咽頭が。中咽頭が。大中小の中。中咽頭が、はい。まあ、ここの場所なんですけど。はいはい。ここにまあちょっとリンパっていうか、まあ、腫れがありまして。はいはい。しこりみたいな感じで。はいはい。で、まあ、奥の、なんていうかな。奥の方にもちょっとまあ、影響があってみたいな感じで。はいはい。で、これが、そうですね、今年の初めぐらいかな。はい、ちょっとなんかこう、ちっちゃい、塊みたいなのがあって、はいはい、ちょっと気になってたんですけど、はいはい、でそれがちょっとなんか大きくなってきて、はいはい、で僕はたまたま11月から、はい、まあ、病院で働いてたんですけどね、医療事務の仕事をしてたんですけど、そうですか、はい、で、はい、そこで、まあ、まあ、病院長はもう院長はもともと僕の幼なじみで一つ下の人なんで、はい、開業してやってるんですけど、はいはい、でちょっとこう大きくなってきてかっこ悪いなと思って、はい、別の大きな病院紹介してもらって、はい、3月の頭に調べてもらって、はい、検査結果が3月12日ですね、はい、まあ、出たんですけど、はい、その前にたまたまテレビで2月の終わりぐらいに、はい、芸人のワッキーさんってね、はい、まあ、有名な方なんですけど、はいはい、彼がなんかこう、はい、中咽頭がんになって、まあ、復帰しましたよっていうね。はい、そういう、ちょっとテレビの、ニュースみたいな感じでやってて。はい、ほんなら、なんかどうも僕と症状が似てるなという感じで、はい、で、結果的に、まあ、大きな病院に調べてもらったら、はい、全くその通りで、はい、で、まあ、3月12日に、あ、中咽頭がんですよって言われて、はい、で、この中咽頭がんに関しては、大分県、はい、の中では2つの病院しか、はい、まあ、治療ができないですよと、大分医大と、はい、県立病院しかできないんですけどって言われて、はいはい、じゃあ紹介してもらえますかって言って、はい、まあ、大分医大に紹介してもらったんです、はい、最初に、はい、で治療法について、まあ、一応っていうのかな、どうしましょうということで、はい、切って手術するのか、はい、あるいは放射線治療当てて治すのかって2つの選択があるんです、はいはい、で芸人のワッキーさんはどうやって治したかというと、はい、IMRT って今最新の放射線治療法がありまして、はい、でそちらの方で治したっていうのをまあ、テレビでやってたんで、はいはい、まあ、僕は切るのはあんまりねっていう感じで、まあ、放射線治療にしてもらえませんかねっていうことで話をしたら、はい、まあ、大分県内で結果的には県立病院でしかそれはできないと、はい、大分医大にはその施設はまだないんで、はい、例えば京都だったら府立医大と京大病院にしかないんですよ、はい、でそういう、まあ、IMRT っていう、はい、それで、はい、今 IMRT で治療をやってて、はい、これは平日ですね、はい、土日祝日は一応それは治療をやってなくて、はい、平日のみ1日15分ぐらい、はい、35回にわたってやるんです、はい、で、まあ、今今日で12回、はい、12回終わったところ、あと痛みみたいなのは結構あるんですか、その体の痛さみたいなものっていうのは。それは全くないです。あ、ないですか。はい、その時に痛みは全くないです。その時はない。その代わり、はい、副作用といいますか、はい、今そんなにまあか感じ、まあ、見ても分かんないんですけど、昨日あたりから、はい、髪の毛が、はい、まあ、結構抜けてきた。いや、ふさふさ。はい。してます、してます。っていうのが、ここを当てるんで、はい、この部分だけです、はい。後ろ髪の部分だけなんですよ、抜けてくるのは。
あ、そうなんですか。ここまでは影響は多分ないと思います。はい。はい、でそれとか、あとはもう吐き気を催すとか、はい、あと、だから最初の2日目、3日目が一番きつくって、はい、抗がん剤も入れたんで、はい、もう吐きまくってました、3日間。もう大変、吐きまくって。その状況でこういったズームで話して、大丈夫なんですか？いやいや、だからそれは最初の週だけで、はい、次の週、月曜日から普通にご飯食べれるようになって、はい、まあ、全く点滴もなしで、はい、抗がん剤もなしで、まあ、一応。はい、まあ、普通にやってはいるんですが、はい、まあ、たまに吐き気があったりとか。今でもあるってことですか？喉が痛い。いや、今ちょっと、はい、まあ、吐き気止め飲んでるんで、それはないんですけど、まあ、多分また来週ぐらいから、はい、ちょっとまた、そういうのが、症状が出てくる可能性があるんで、ちょっとまだきついんですよ、多分。いやー、ちょっとびっくりですね。だって、一郎さん、なんか中国の人向けに、なんか YouTube チャンネル始めるんでと。で、そうそうそう。それで、ね、聞こうと思ったらね、突然、その病院から登場だから、ちょっとびっくりしました。いや、それはもうね、はい、病気をする前から決めてたことで、はいはい、まあ、実際これ、退院した後はすぐに京都に行くんですけど、はい、京都の方で、今度、レストランをね、オープンさせるっていうことで、はい、まあ、そこの、まあ、僕がメインで仕事をすることになるんですけど、はい、それプラス、はい、京都というね、町、僕がね、実は二十何年いたんですけど、はいはい、そこで、まあ、一応、何ですかね、中国人っていう、まあ、これ、中国人をターゲットに、これ、まあ、ターゲットの YouTube チャンネルってことですね、日本人が作る。そうですね。非常に珍しいです。あ、でも、はい、それは、はい、仮想なんです。別にその、はい、本当のターゲットというよりも、仮想ターゲット。仮想ターゲットが中国人。要するに、はい、そうそう、中国人、はい、仮想ターゲットとして中国人に対して、はい、そういうなんていうか京都の神社仏閣を紹介しますよって北京語で神社しゃべるんですか？いや、北京語で話するわけ。たまに中国語を入れるだけですから、はい、別にそれは日本語でやるんです。日本語で中国人は見るんですか？そうそう。いやいや、だから中国、まあ、日本にね、京都とかに憧れてる方が、はい、例えば日本語を少しは分かるわけじゃないですか、はい、全部わかるかわかんないですけど、はいはい、そういう感じで、なんていうのかな、うん、まあ、やっていこうと思ってて、で、はい、それも単に例えば金閣寺とかを例えば紹介するときに、金閣寺はこういうとこですよっていうんじゃなくって、はい、要するに A パターン、2つのパターンあるんですよ、はいはいはい、A パターンとして、はい、要するに遠距離の、はい、彼女というか恋人に対して、はい、今日は金閣寺に行ってきましたっていう感じで、そのまあストーリーを作った中で、はい、金閣寺を紹介する。要はその石田さんがその中国の個々の女性に対して、まあ、遠隔デートをするという、うん、そういう感じ、そういう感じという形でこう伝えていくと、それを日本語と英語で伝えていくということです。そう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 。だからそれもダオサンハオ、ワンサンハオって別に2つのパターンで、はいはい、おはようコールみたいな、はい、であとはグッドナイトコールみたいな感じで2つのパターンを作って、朝晩でやるわけです。朝流すやつと夜流すやつ、そう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 、そういう感じで、はい、おはようって、今日は金閣寺生きてるんだよみたいな感じで、ここはねみたいな感じで、はい、うん、そういう会話みたいな感じで、はい、要するに相手をこうなんていうか、はい、ストックで出すんじゃなくて、もう君に話しかけてるんだよっていう、そういうストーリーを作って、はいはい、上で、はい、おはようこうと、もうグッドナイトこうみたいな感じで、そういうのを作るんです。それが一つの話だ。これは一応僕は出ない。出ないの？でどうやってるんですか？ナレーションだけです。ナレーター、要するに声だけです。声だけです。それできるんですか？それ中国だから要するに、はい、画面的には、だから、お寺とか神社が出てくるわけで、僕は声だけしか出てこない。声で、じゃあ、北京語とか日本語混ぜながら、その中国の女性に対して、うん、まあ、その語りかけるわけですか。その神社とかお寺の背景に。そう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 。今日はね、はい、清水が歩いてるんだよとかね、そういうなんか、清水の近く歩いててね、みたいな。はい、で、
今日お仕事頑張ってねみたいな、そんな感じの話を作ろうと思って、対象はいっぱいあるけど、その石田さんとしては個々の女性一人一人に対してこう伝えていくと、いやだからもうそれはもう要するに、はい、見てる側としては私に声をかけてくれてるんだなっていう感じの、そういう話です。ああ、まあ対象はもうだけど、その、まあ、1対1の意識を、そうそう、1対1みたいなそのドラマ仕立てできるんですか。で、はい、それに関しては僕ともう一人脚本書くやつが小説の顔の人なんですけど、はい、その僕とその彼でなんかそういう話を作ろうと、はい、してるわけです。一歩の動画がどれぐらいの長さなんですか、その長さっていうのは。いや、そこはまだはっきり決まってない、うん、5分とか10分とかもっと長いですか。そうそう、いやいや短い方ですね。だからもうおはようっていう感じだから、はい、うん、で、はい、それと、はい、もうワンパターン、はい、これまあ、僕の知り合いにちょっと擬音の方がいらっしゃる女性なんですけど、はいはい、これはもう彼女に出てもらって、はい、要するに、はい、それはもう男性向けですよね。要するに、そう。で、その彼女のファンを作っていくっていう、そういう話。はい、それ、2パターンです。その人も北京語を混ぜながら話していくわけですか。もう全部日本語で。それも、はい、それも僕と彼女のやりとり。要するに僕はナレーターとして、彼女とのやりとり。要するに、はい、恋人じゃないけど、そんな感じのやり取りをして。まあ、はい、そう、微妙だね。恋人まではいかないんだけど。はい。そういうやり取りをしながら、お寺、神社を紹介していく。それで、この二つのパターン。中国の男性がそれを見るってことですか？それ。いや、実際ね、これ YouTube って中国で見れないんですよ、基本的に。見れないですよね、まず。だから、見れますよね。はい、だから、はい、仮想ターゲットとして、まあ、中国人っていう形なんです。はい。はい、ただし、他の何らかの、例えば手段で、はい、ね、中国向けに流せる可能性もあるじゃないですか。ウェイボーとかいろいろあるじゃないですか。はいはい、あると思います。はい、それはまたそれで、まあ、将来的に、はい、利用しようかなと思ってる。で、はい、まあ、要するに内容を普遍的なものにして、はい、要するに例えばそれが、はい、2010年であろうと、はい、ね、2020年であろうと、2030年でも別に通用するような話を作れば、はい、別にそれはそれでいいじゃないですか。別にその5年後でも通じるような。はい。なんかあれですね、YouTube っていうのはその、要はその、不特定多数のマスを対象に、こう、逆のパターンでやる人は多分多いと思うので、マスに対してこう話しかけると。じゃあマスじゃなくて、その相手が一人を対象みたいな形で、こう、語りかけるっていうのは、なんか非常に、ね、なんか。いや、一人。はい。一人の対象じゃないんですよ。一人を対象っていうのは、はい、そういう、要するに、一対一のお話だよっていうだけであって、うん、別にその子を相手にするわけじゃない。わかります、わかります。はい。ここは自分に言われて、あ、今日は僕、私の恋人は、はい、ね、彼は、一応今日は金閣寺行って、おはようって言ってくれたよね。じゃあ今日も頑張ろうっていう。で、今日はまた、なんていうのかな、大原に行った、はい、画像を送ってくれて、おやすみなさいって言ってくれたねって、そういうシチュエーションですよ。いつぐらいからスタートするんですか、スタートっていうのは。いや、これだから、はい、退院するのが多分6月半ばぐらいなんで、はいはい、そこからもうとりあえず京都行くんで、はい、まあ、準備を、まあ、要するに1ヶ月ぐらいはまだ、はい、入院また時間があるんでね、はい、で次のがんがまだもう一つあるんですよ。もう一つ治療しなくちゃな。そうそう。はい、まあ、肺のがんなんです。肺腺がんっていう。これは、はい、10日ぐらいで退院できるんですけど、手術なんですけどね、これはね、はい。はい。で、まあ、その間にまず1ヶ月ぐらいあるんで、はい、その間に、ちょっともうとりあえず仕込みをとりあえずしていこうかな。はい、はい、はい。で、8月、9月ぐらいから、ちょっともうなんか、はい、で、それ、まあ、手伝ってくれる人が結構いらっしゃるんで、はい、はい。もちろん僕の友人連中なんですけど、はい、で彼らの力を借りて、はい、まあ、編集とかも内容とかもちょっとどんどん高めていってね、はい、まあ、とりあえずは、まあ、最初はうまくできるか分かんないけど、はい、はい、まあ、そんな感じでやっていこうというお話ですよ。だから どれぐらいのあれですか。例えばその毎日更新するのか、それとも1週間に1本とか3日に1本とか。いやいやいや、はい、いやいや、だからそんなには多分できない。はい、実際問題、まあ、いろんな人の話を聞くと、はい、編集だけで 10時間ぐらいかかるから。そんなの作ってもいいんじゃない。そう、今の話聞くと、うん、だから、いや、はい、どこまでやるかっていう話で、だから、はいはい、要するにどこまでのクオリティで流すのかって話、はいはい、うん、
だそれはもちろん、まあ、おいおい決めていかなあかんですけど、ね、そういうそのストーリー、はいはいどうぞはい、そういうストーリー性のあるものを作っていく中で、はいねはい、その延長でやりたいことが一つあって、はい、まだ 先があるわけですよ。何ですか？それは、はい、ショートムービー作ろうと思ってるわけですよ。ああ、短いやつね。はいはい。そうそうそう。はい、今度は映画に、映画をやりたいと。いいんじゃないですか。この前ね、映画の詳しい人とちょっとこの、まあ、こういった、ちょっと対談みたいなのをやったんですけど、最近、iPhone で映画作る人っていうのは結構増えてるらしいですね。ありますね。うん、iPhone だけでできるらしいですね。だからその、それは僕のは、はい、知り合いもやってます。それあ、そうですか。もう だからその、うん、もう結局、それが映画になるんじゃないですか。結局、その、何長期になるか分かんないんですけど、その対象に対してその京都のお寺とかをこう紹介して、で、おはようとか、こう、語りかけるわけですよね。今日も頑張る。もちろん、もちろん。もちろん、もちろん。そういうことです、そういうことです。それはもっとシンプルな作りにして、巻いちゃった方がいいんじゃないですか。その、聞く方からすればね。その、要はその。いやいや、やっぱり、ロケが必要だから。結果的に。要は、疑似恋愛みたいなのを楽しむわけでしょ。相手側からすれば。その見る人は。でも、じゃあ、まあ、目的の一つとしては、要するに、京都にまた観光に来てくださいねっていう、そういう思いもあるわけですから。はい、はい。どこがメインだっていうと、まあ、その一応京都っていう場所を紹介しましょうっていうのがあって、はい、それをどういうふうに紹介するのかっていう手段として、はい、そういうドラマを作るっていうだけで、うん、まあちょっと違う。メインが京都があるわけですね。じゃあ京都を紹介したいと。じゃあそこで今度は京都で中国の人がいいということですか。そうそうそう。だから、まあ、もちろんだからちょっと違うわけ。また次に映画を作るって話はまた別の問題なんですよ。だからまあまあでもね。だからそれはそれでそういうのを、はいうん、ただ方向性として一緒だから、だからそういうのをやった中で、はいはい、はい、それは延長線上にあるから、それはもちろんそういう中で、はい、こっちのなんていうかな、はい、技術じゃないけどその編集能力とかあるいは、はい、脚本能力とかを高めていって、はい、その上でなんかやれるんじゃないかなって話で。できるできる、はい、そうなるんじゃないですか。だからもう結局その動画撮るによって、そうそう、もうそれでショートムービーなんかすぐできちゃうんじゃないですか。なんかそんな気するので、うん、またまあでもね、はい、クオリティの問題ですよ。だからクオリティで、だから僕の友達連中がどこまで協力してくれるのかっていうのもあるし、はい、で僕はどこまで、はい、時間が取れるのかって、もちろんレストランのオープンもやりますか。まあまあでもそれ結構時間かけていいんじゃないですか。あとはその一ノさんの力として、一ノさんのその話術でどれだけ中国の女性をこう引き込めるかということですよね。まあそうですね。そこですよ。まあ、そういうことですよ。はい。そうなんですよ。一ノさんがそのすごいね、中国の女性をこう心をわしづかみにしていっぱいこう引き込んでくれば、俺はすごく面白くなると思うので。ぜひ。面白いでしょ、でも話的には。面白い、面白い。うん。ね。ていうか、その聞いたことないし。なんか、全部ね、斬新ですよ。いろんな面でね。まあまあ、でもそれはね、まあ、心の時も面白いし、ぜひ、ちょっとスタートするときに教えてください。できれば、まあ、あまり日にちを置けないで、あんま開けないでですね、こうやっていくと。多分、不安がついてくるんじゃないですかね。今日って1週間も取ってとかよりも、今日取って明日その2日後取って2日後取ってだと、固定のファンがついてくるような気がするので、そうなるともう中国いやだから、はい、はい、僕が考えてるのはだから月2回とか月3回ね、はい、まあ、ロケでもあって、はい、要するに一つの、まあ、1日に 何箇所か回れるわけじゃないですか。はいはい、だから別に、はい、後でお話をつけていくわけだから、はい、うん、その辺は別にロケに関してはそれほどもう別に毎日行かなくても月2回か3回で、要はその、うん、そういうことなんで、要は先にそのいろんなものを撮っておいて、それにレコーディングを入れていくわけだから、うん、そういうこと、そういうこと。毎日あげるもできると思うんですよ。いっぱいこう取っとけばね。うんうん、またその、それに、ひなさんがどんな話を加えていくかっていうことだと思うんで、はい。ぜひ、8月開始。ということなんでございますよ。はい、月5本。楽しみにしてるので、その登場で。よろしくお願いします。その前に、がん、2つですね。はい、早く、しのぎ、早く元気になってください。そう。はい。
ということで、今日は病院ありがとうございました。はい、どうも忙しいところありがとうございました。もう久しぶりに本当にご協力ありがとうございました。ありがとうございます。